こんにちは、さゆりです。私はポッドキャストや YouTube で日本や日本の面白さを共有しています。今日は特別なお知らせがあります。私のウェブサイトが完成して1年、皆さんのご支援によって完成したウェブサイトです。このウェブサイトにはポッドキャストを中心とした記事が170以上あります。記事では辞書だけではわからない言葉の背後にある文化的な意味や実際の使い方を深く掘り下げています。無料コンテンツの紹介、この記事には広告なしで無料でアクセスできます。その記事のページ内にはオーディオ、単語、会話の話題が含まれています。この会話の話題セクションは日本語のチューターや日本人の友達と会話練習をするときにぴったりです。最適です。実際に私のオンラインレッスンでもこの毎週のエピソードについて話し合うことがあります。記事の内容や学んだことを実際に使ってみると、その言葉や表現が知っているだけではなくて自分のものになりますよね。だからぜひ使ってみてください。もう一度言います。ここまで紹介したのは全て無料です。次に有料会員のシルバーペンギンさん以上になるとビデオポッドキャストにアクセスできます。ビデオポッドキャストはこのような感じで、話して私の表情とあといろんな画像や単語のアシストがあるのでもっと深い理解をすることができます。そしてビデオポッドキャストにはこのように振り仮名がついているので正しい振り仮名付きの字幕で学習することができます。動画だけではなくてトランスクリプトも読めます。振り仮名あり振り仮名なしが選べて簡単にクリックやタップ一つでコピーすることができます。コピーしてお好きな方法で学習できます。例えば iPad にペーストして自分で手書きのノートを書くのもいいですね。これは最近導入した機能です。有料会員のペンギンさんからいただいたアイディアです。本当にありがとうございます。はい、言語の勉強は長い時間がかかりますし大変な時もありますが一緒に楽しみながら乗り越えていきましょう。私が全力でサポートします。このウェブサイトが皆さんの学習に役立つことを願っています。新しい発見をして一緒に成長しましょう。もしよければ有料会員に登録してください。はい、では今回も最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。